こんにちは、スピ太郎です。お、PA、マイク入ってない。今回はハウリングしないさせないセッティング初級編。一番初めに伝えたいことがありまして、この PA スピーカー、業務用スピーカー、めちゃくちゃデカ音出るじゃないですか。便利な道具ですごい楽しくて、この人間の力を超えた便利な道具、すごい楽しいんですよ。何でもそうだと思うんですけど、便利な道具は狂気になることもあると思うんですよ。スピーカーで言ったら、この耳の機能を壊したりとか、ゲロ吐かせちゃったりとか、時々カーオーディオの動画で見るようなガラス割ったりとか、物壊したりとか、まあ、物が壊れるぐらいいいですけど、人を傷つけるってのはダメだもんね。とはいえ、ビビってばっかりじゃ、まあ、車も包丁も使えないですよね。道具も、どんな道具も。あ、猫だ。なんで、どんな危険があるかを知って安全に楽しんでほしいですね。で、使う道具の紹介していきます。まず音の流れる順番にいきます。声ね、声、マイク、これね、定番、超スーパー定番マイクロフォン、シュア SM58 スタジオマイクロフォンですね。 SM っていうのはゴッパーとかゴッパチとか呼ばれる、よく見るやつですね。基本これです、声のマイク。ミキサー、これ超激安ミキサー、マッキーのミックス 12FX。 これはね、言葉上のスペックはもうなんていうのかな、必要最小限にして必要十分。マイクが4つさせて、この CD とかステレオのやつが 1,2,3,4 つさせて、で、いくらがついてて、これエフェクトし、リバーブとか使えるんですよ。リバーブついてて、これ右とか左ね、パンパンになって、ボリュームがあって、各チャンネルのボリュームがあって、で、マスターアクセルとかね、で、ヘッドホンで聞いたりとか、あと、電源がいるコンデンサーパイプにファンタム電源、これ全部ついてますけど、送ったりとか。もう言葉で言ったら、まあ、とりあえずこれで十分。でもなんでこのカタログスペック上、同じようなスペックのやつで同じメーカーで値段が違うのがあるかって言ったら、まあ、ざっくり言って高いやつの方が音がいいです。以上。次、アンプね。アンプ、これまた定番のアンプメーカー、 QSC の GX5 っていう、これまた一番安いシリーズで、ただのアンプです。ただのアンプ、この今時あるようなデジタルアンプとか DSP 内蔵とかそういうのじゃなくて、ただ入れて大きくして出すだけのただのアンプです。これ丈夫いかなと思ってこれ買ってみましたけど、スピーカー、まあ、これもどうせ定番なんでしょ、まあ、もちろん定番です。エレクトロボイスの ELX シリーズ、これは安いシリーズなんですけど、このプラスチックじゃないんですよ、ボディが。エレボイの定番って言ったら SX ってやつとか、あと超安いやつで言ったら ZLX ってやつがあるんですとかあるんですけど、そういうのってこのボディがプラスチックなんですよ。この部分がな、プラス、うん、でプラスチックだとなんかポコポコ言って僕あんま好きじゃないんですよね。軽くていいんですけど、あと SX はもうめちゃくちゃ優秀、すごい遠くまで音飛ぶし、まあ、あのよく定番なのはやっぱり理由があるなと思いますね。重要なのスピーカースタンド、高さが調整できるスピーカースタンド、これこの後使います。で、あとこれね、これ耳栓です。音量だけ小さくして会話もできるし、音楽の音質も損なわないとかいう、そういう歌い文句で売られてるやつですけど、まあこれ緊急用っていうか、この絶対自分の耳を守りたい時のために持ってます。で、今回はハウリングわざと起こすんでつけます。もう一番痛いのはもうキーンですよね、高音のハウリング。まあ低い音のハウリングはありますよ、ムーンとかもあるんだけど、特に怖いのは高音のハウリングですね。キーンって言った時耳すごい痛くなって、もうあれ危険ですよね、狂気ですよあれ。なんで自分
演奏者、お客さん、みんなの耳を守るためにハウリングしないっていうやり方をマスターしてほしいなと思います。予想されるありがちなシチュエーションを想定してやっていきたいと思います。マイク、ミキサー、アンプ、スピーカー、ミキサーとアンプの間にグラフィックイコライザーがないパターン、これめちゃくちゃよくあると思います。で、しかもよくある居酒屋ライブとか、ここでこうやる人の後ろにメインスピーカーがある場合を想定していきます。まあ、スペースの関係上こうなること多いですよね。もうこの部屋も狭い、6畳ぐらいだと思うんですけど、狭いんでもうこうなりますわ。このシチュエーションでハウリングを防ぐためにできることって、まあ、3パターンぐらいかなと思います。1つはこれ、ミキサーのゲインっていうつまみ、一番入れて一番最初のつまみ、ここの調整の具合、それから2個目、スピーカーの高さ、これここに高い音が出るツイーターと、こっちにこの辺に低い音が出るウーハー、カーオーディオとかでもよく言いますね、ツイーターとウーハーがあるんですよ。で、もう先に結論からいきますね。こう、ツイーターのところにこうやって向けるとキーンって言いますね。で、ウーハーのところにこうやって向けるとブーンって言ったりとかします。まあそういうことですね。で、最後もう一個、もうこれちょっと難しいパターンなんですけど、このマイクを使う人に一言声をかけるってことかな。できたら、できる可能な場合はマイクを使う人に一言声かける。なんか初めてやる人とかだったりとか、この緊張してそうな人とかだったりとかだったら、なるべくマイクの近くで喋ってくださいとか言います。まあ、その3パターンでいきます。じゃあ電源入れていきます。これで一応全部つないであります、切ってあります。で、信号流れる順にいきます。これ電源ないんで、ミキサーの電源入れます。ありました、下がってます全部。で、クリアンプの電源入れます。ありました、ボリューム効果こんなもんでいきましょうか。あ、やべえ、耳栓すんの忘れてたわ。ゲインつまみ、これが一番重要で、なんとなく数字で覚えちゃってもいいかもしれない、いいかなと思います。数字で言ったら23、4、5あたりです。23、4、5あたりが標準な5%の、5%を使う時の、ゲインのセッティングの数字で、まあ、覚えちゃうトラックかなと思います。このミキサーの場合、マイクゲインが U、ユニティっていうのは、増やしも減らしもしない状態、そのまんまっていう意味でいいと思います。で、そのまんまの状態から全開に行くと、なんだ、プラ50って書いてありますね。なんで、まあ、20いくつか狙うんだったら真ん中辺とかでいいんじゃないかなと思います。チャンネル、このチャンネルね、チャンネルと言います。入って高い音、真ん中のぐらいの音、低い音を調整して、これローカットとかハイパスとか言います。一番低い音をなくす、それからリバーブに送るかどうか、左に行くか右に行くか、ステレオの時ね。で、これがこのチャンネルのボリュームです。これも無限マークからアルファベットの U、 ユニティからプラ10って書いてありますね。で、これも、ここで増幅されて、ここで調整して、そのまんまの音量っていうのかな、ユニティ、まあ、とりあえずここでいったらいいと思います、最初はね。で、ここからマスターフェーダー上げていきます。 ここでミックスされたのがここのマスターフェーダーに、で、最後このミキサーから出る音量調整しますね。で、やってきます。ハハハ、チェックチェック、ワッハ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 ロー、ワン、ツー、ハッ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 。これも、U ってとこありますね。ユニティゲイン、これも U ってとこあるんで、これもなんていうのかな、基本設定 U
で、この状態でハウんなければまあいいんだけど、どうやったらハウるかいきます。まずこれ絶対ハウるのは原因のつまみを上げすぎること。これ多分喋んなくてもハウると思います。あー今やばかった。今絶対耳栓してなかったら死んでたわ。これ上げすぎてハウることが一番多いと思います。この何個も音量調整するとこがあるんで、まあ、混乱しますよね、まあ、とにかくこれ上げすぎない。音が足りないと思ったらここ上げる。ハッハッハッハローワンツーチェック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 、ハッ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 、ギリハウんないぐらいですね。ハッ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 、ここ上げると絶対ハウるんですよね。ハッハッハッってことです。まあ極端に言ったらでかい音出さなければハウんないです。だけどでかい音出したい、出したいからハウんないような調整していきたいなと思ってます。どうするとハウるかって言ったら、まあ大きく2つかなと思います。この原因のつまみ上げすぎることと、あとこのスピーカーとマイクの位置関係セッティング、これマイクをスピーカーに向けるとハウるんですよ。あ、ハウんねえな。ちょっと上げておきます。はっ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 、今低い音ハウった。やば、高い音。こういう感じです。で逆にこのマイクはこっちからの音拾わないようにできてるんで、こういう風に近づけてもハウんないんですよね。こういう向きならハウんないんですよ。だけどって感じです。で大きい音出したいよね。なんでこれ最低でもキーンっていうのを防ぐために、あのツイーターとこのマイクがなるべくこうちょっと離れ、高さ的に離れるようにセッティングします。ハッハッハッ、ハローワンツー、ハッハッ。なんでちょっとここ上げとけば、この演奏者とかがイエーイとかイエーイとかなった時に多少なりにくいかなと思いますね。この辺にあるよりは。初級編はここまで。これ以上できません。初級編で大きくできる音量はまあこんなもんですね。ハウらない音量に設定するってことしかできないです。まあ、無理やりで言ったら、ハッ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 。このチャンネルのイコライザーで一番ハウるところちょっとカットするみたいな。ハッハッハッ、ロッホ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 ッハッ。とかかな、無理やりやるって言ったら。初級編はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。